パンを焼く女に描かれたオーブン。オーブンは熱した空気、または壁面などから発する赤外線によって食品を加熱し、焼いて、または乾燥を行う閉じた空間の調理器具である。日本語では天下と称する。オーブンの最も一般的な用途は調理と陶芸で、あるが調理用の大きなものや陶芸用を釜、ま。 加熱や工業分野で使われるオーブンは、炉や工業用オーブンという。近年は、世界中の、数多くの家庭で調理及び、食品の加熱に、オーブンが使われている。古代ギリシアの持ち運び式オーブンインダス文明の、集落では、紀元前3200年まで2年度と、レンガ家屋のオーブンが最初に使われた。料理歴史家によると、ギリシャ人が、 パン焼きの調理技術を確立したと信じられている。正面から出し入れするパン焼きオーブンが古代ギリシャで初めて作られた。ギリシャ人はパンの様々な生地、形状、及び他の食品と共に共する様式を作り上げた。パンが家庭外で職人により調理され、販売されるようになると、商売と職業としてのパン焼きが発展した。これは、 最も古い食品加工の専門職の一つである。ギリシャ人はまた甘いパン、フリッター、プディング、チーズケーキ、ペーストリー、およびウェディングケーキの先駆者でもある。これらの料理は象徴的な形で調理され、特別な行事や儀式において供された。西暦300年までにギリシャ人は70種類以上のパンを発明した。 現代のイタリアなどの屋外設置式のオーブン。レンガやモルタルなどで作られており、上部に煙突がついている。現代の本格的なピザ屋の厨房に設置されているオーブンの内側。オーブンの内側の隅で焚き木を燃やしオーブン内全体を数百度に保つという方式であるので、燃えている焚き木のすぐ右側にピザが見えている。ピザを直接置くことになるオーブンの底面には、 火山の溶岩が冷えたものを切り出したものが用いられていることが多い。日々の加熱、冷却にも耐え、割れないからである。広く調理という観点から外観すると、現代では一般的なオーブンというのは焼き料理と加熱に使用する調理器具という位置づけがされていることが多い。オーブンを用いた調理としては例えば、肉料理、キャセロール、パン、ピッツァ。 またケーキや木菓子などの焼き料理がある。現代の米国やヨーロッパの家庭に普及しているオーブン。調理台がシステム化されており、オーブンはコンロの下に組み込まれている。熱源はガスや電気が最も普及している。全面が耐熱ガラス製で内側が見えるようになっているものが一般的。現代風のオーブンの内側、内部は金属板で覆われている。 現代でも古代以来の焚き木を用いたオーブンも特定の分野で用いられ続けているが、現代ではむしろガス式または電気式の方が広く世界中に普及している。コンロに組み込まれるオーブンの場合、燃料はコンロの加工と同じ場合と異なる場合がある。コンロ、グリル、オーブンが3段に組み込まれている機器などもある。オーブンでは様々な調理法を使用できる。 最も一般的なものは、下火からの加熱である。これはパン焼き及びローストで用いる。グリルでは、天下で炙り焼きができる。より早くより均等に調理するために、コンベクションオーブンでは、小さなファンで庫内の熱風を循環させる。ロキサリーできるオーブンもある。焼き目焦げ目をつけることに特化した天下は、サラマンダーと呼ばれ、グラタンの調理などに用いられる。ベルトコンベア式。 コンベクションオーブン。下段に見える、丸毛にピザを乗せて、熱風で焼き上げる。オーブンはまた、火力調節も様々である。複数の温度での燃焼を保つオーブンがある一方、最も簡易なオーブンでは、火力調節が全くできない。より一般的なオーブンにはサーモスタットがあり、調整した温度に合わせて、自動的にオーブンを添加、消化させる。最も高い設定にすると、 直火焼きの原理が可能となる。タイマー付きのものでは調理時間を設定し自動的にオーブンを添加、消火させることができる。高級なオーブンはより複雑なコンピュータ制御による様々な調理法が可能であり、特別な部品の測定温度で食品が希望する焼き加減になると自動的にオーブン調理を終了させる。庫内の清掃。 洗浄を補助する機能を有するオーブンもある。連続洗浄オーブンは、粉内表面を触媒で覆い、食品からの羽汚れ、垂れ汚れを常に分解させる。自動洗浄オーブンは、熱分解で汚れを酸化させる。スチームオーブンは蒸気で汚れを浮かし、洗浄を容易にする。特別な方法がない場合、オーブン用合成洗剤を使うか、旧来の擦り洗いをする。一般に、 箱型で密閉できる形をしており、食品を乗せた天板を内部の棚にセットして、上下からの熱と内部にこもる食品からの水蒸気で蒸し焼きにする。そのため、食材を裏返さずとも均一な加熱調理ができる。天板を複数使うことで一度に大量の料理を作ることができるが、特に小さいオーブンでは、庫内の熱対流を妨げないよう、 一枚のみとするのが、望ましい。グラタン、ローストビーフ、ローストチキンなどの料理や、焼き菓子、パン、ケーキなどに広く用いられる。今では見ることがなくなってきたが、コンロの上に直接乗せて使うオーブンもある。オーブンを設置することができなかった家に人気であったが、収納に場所を取ることや、ガスコンロの側に安全装置が付けられて、レンジトップに非対応になってきていること。 オーブンレンジの普及により、家庭からは姿を消しつつある。簡易なものがキャンプなどのアウトドアクッキングで用いられることがあり、構造が簡単なため燻製機と同様に自作するアウトドア愛好家も多い。調理以外にも、オーブンは様々な目的で使用されている。ありがとうございます。